はい、どうもさん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、超ペイペイ祭りを最後に使うなら、LINE ショッピングと使うとさらにお得にということで、今回はペイペイと LINE ショッピングについての情報ですね。この動画ではもうすぐ終了する超ペイペイ祭りをですね、最大限まで活用するために、お得な買い物方法についてお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。ということでね、こちら今絶賛開催中の超ペイペイ祭りなんですけども、まあ、こちらね、期間見ていただいたら分かるように3月の28日日曜日で終了となります。ですけども、こちらのキャンペーンをですね、まあ他にいろんなキャンペーンは開催されてはいるんですけども、最大限に活用するためにこのキャンペーンと併用したらかなりね、お得になるかなと思いましてご紹介させていただきたいと思います。それがこちらですね、LINE ショッピングということで、この LINE ショッピングがですね、本日動画をアップする3月25の明日からですね、3月26日から3月28日でかなり大規模なキャンペーンが開催されます。で、このキャンペーンのちょっと詳細に入る前にどんな風に使うとお得なのかっていうのを先にお伝えすると、例えばですね、今お伝えしたこの LINE ショッピングを使うんですが、いわゆるそのポイントサイトみたいにまず経由を行います。まずは LINE ショッピングのサイトに行って、そこから経由して Yahoo ショッピングとかユニクロとか au ペンマーケットとかふるさと納税でおなじみのフルナビとか、そういったところでお買い物をすると。で、条件を満たすことによって LINE ポイントがなんと最大で2000ポイントもらえるキャンペーンとなってます。なので、例えばで言うと、Yahoo ショッピングの場合、まあ、超ペイペイ祭りの恩恵もありますし、で、条件をクリアすることによって、LINE ポイントの最大2000ポイントまでゲットすることができるので、めちゃくちゃこのキャンペーンお得なんですよね。で、実際にですね、このキャンペーンがどれぐらいお得なのかっていうのをですね、このキャンペーンの詳細を見ながら見ていただきたいと思います。大還元3つのお得祭り、最大 LINE ポイント2000ポイントもらえる、プラス還元率アップお得なクーポンということで、お伝えしたように、期間が3月の26から3月の28日までとなってます。まあ、今回のね、このキャンペーンというのがお得な情報として3つに分かれているんですけども、まずはご覧の通りですね、今出てるこの購入金額の条件を満たすことによってここまでの LINE ポイントが付与されますよということで、まあ少額であれば1000円分から4999円分までお買い物をすることによって100 LINE ポイントがもらえます。で、最大限まで活用するっていう場合は2万円のお買い物をして2000ポイント分の LINE ポイントがもらえるということになっております。いわゆる 10% 還元みたいなものですね。それだけではなくて還元率がアップしたりですとか、お得なクーポンがもらえたりするみたいです。で、この3つを踏まえた上でこのキャンペーンでポイントをもらうためにはということなんですけども、まずですね、このキャンペーンページの中でエントリーボタンがありますんで、エントリーを行います。で、その後に LINE ショッピングで好きなショップや商品を探すと。そう、先ほどね、僕が例に出したのは、まあ、いわゆるそのショップを出したんですけども、LINE ショッピングの中に普通に商品を購入することもできますんで、それでも全然大丈夫です。で、期間中に合計税込み1000円以上のお買い物をすると。そうすることによって、後日 LINE ポイントが付与されますよということですので、まあ、1000以上お買い物することによって、まあ、これらの条件を満たすことによって、最大で 2000LINE ポイントがもらえますよということですね。冷静に考えてめちゃくちゃお得ですね。で、キャンペーンの内容なんですけども、期間中に対象ショップで税込み1000円以上のお買い物をしたら LINE ポイントがもらえるということで、気になるこの対象ショップっていうところですね、クリックすると画面が切り替わりまして、まあキャンペーンの詳細みたいなものが出てきます。ここですね、キャンペーン対象ショップ、対象外ショップを除いた全てのショップとなってます。気になりますね。このキャンペーン対象外ショップ一覧はこちらということでクリックしてみていただくと、こちらですね、キャンペーン対象外のショップということで、まあ、結構馴染み深いですね、サイトがちらほらと出てくるんじゃないかなと思います。例えば、楽天市場であったりとか、楽天ブックス、楽天ファッションとか、あと楽天のふるさと納税も対象外と。で、他にも ANA の国内海外ツアーであったりとか、JAL パックとかも対象外ということですね。まあ、旅行系に関するところは結構対象外になっている感じにはありますね。あと、1級.com とかそういった感じのものがキャンペーンの対象外となりますので、もう基本的にはこれ以外でお買い物すれば、先ほどお伝えした LINE ポイントが付与されますよということですね。で、対象となるお買い物の例もしっかりと出ております。エントリーボタンを押した後、ショップ A で税込み300円分、プラスショップ B で税込み700円分のお買い物した場合、
この場合1000円分のお買い物をしているため100ポイントプレゼントということになるので、まあ、とりあえず合計の金額でいけるみたいですね。まあ、他にもショップ A で税込み6000円、ショップ B で税込み6000円分お買い物したら、まあ、合計12000円分のお買い物をしていることになるので、まあ、先ほどの表で言うと12000円でしたら1000ポイント分の LINE ポイントがもらえるっていうことになりますね。で、ポイント付与に関しては2021年の6月下旬までにポイントが付与されるということですので、まあ、忘れた頃に付与されるんじゃないかなと思います。で、実際に LINE ショッピングではどんなショップがあるのかということで見ていただきたいんですけども、このページにはなんとですね、キャンペーン期間は還元率アップ予定ということで、今現在は 0.5% とか 1% 出てるんですけども、今出てるものがもしかしたらパーセントが上がるかもしれないと。例えば ZOZO タウンとか DHC とか光 TV ショッピングとか、まあこういったものが出てると。でですね、今回熱いのはここら辺なんですよ。 Yahoo ショッピングであったりとか、ユニクロオンラインストアとか、 au ペイマーケットとかで、ロハコとか D ショッピング、サトフル、ふるさと納税のところですね。こういったところは今回かなりお得なんですよね。まあ一つね、例で挙げると、今回ねお題でもお伝えしてる超ペイペイ祭りと併用するためのお得な方法として、こちらの Yahoo ショッピングですね。もし Yahoo ショッピングを利用する場合は、このページから買い物するっていうところをクリックしていただくと画面が切り替わります。で、この LINE ショッピングから買い物するをクリックしていただくと、まあちょっとね、今僕ログインしてないのでログインをしていただく必要があるんですが、スマホからのアクセスであればすぐにできるかと思います。で、普通に Yahoo ショッピングのところに行くんですけども、思い出していただきたいのはこれなんですよね。超ペイペイ祭りで、こちら Yahoo ショッピングペイペイモールでお得、最大 33% 戻ってくるキャンペーンっていうのが今現在開催中なんですよ。まあそれがね、こちらなんですけども、条件を満たすと最大 33% ということで、まあ簡単に言うと、この3月28日日曜日のグランドフィナーレっていうのがあるんですけども、それまでに今出てるようなこれらの条件を満たすことによって、還元率を最大 33% までアップすることが可能となってます。まあ今現在ですね、僕はこの画面にログインをしてないので、満たせしか出てないんですけども、僕の場合はおそらく20数パーセントぐらいには今なってるかなっていう風になってます。なので本日動画をアップする3月25日であれば、この5のつく日とか、まあそういったところでお買い物したら、ここが点灯したりとかもします。なのでこの3月28日を狙って還元率をアップさせて、 Yahoo ショッピングでお買い物をすれば、先ほどお伝えした LINE ポイント最大で2000ポイントまで恩恵を受けれる、プラス Yahoo ショッピングでもお得にお買い物できる。で、さらに最後こちらもお得なんですよ。こちらペイペイジャンボ1等最大全額戻ってくるキャンペーンもね、開催されるんですよ。一応3月27と28日に開催されるんですけども、個人的には3月28日がおすすめです。ちなみにこのペイペイジャンボに関しては、決済金額の 100% 全額っていうことなんですけども、最大でも10万円までっていうことですので、この3月28日に合わせてかなり大きなお買い物を控えている方であれば、もしかするとさらにお買い物した分が戻ってくる可能性もあるということですので、冷静に考えてもめちゃくちゃ熱いんですよね。で、個人的におすすめなのは、あとはこのユニクロとか、そしてこちらもお得なんですよね。サトフル、ふるさと納税なんですよね。この今現時点で LINE ショッピングを経由することで 2% 分の還元を受けることができると。で、実際に LINE ショッピングを経由したら、ご覧のようなページに切り替わるんですけども、まあ、ちょっとね、この時期なので、まだふるさと納税をどうしようかなってちょっと悩む時期ではあるんですけども、まあ、ある程度の目処がついてる方に関したら、まあ、今のタイミングとかで、まあ、ふるさと納税しても全然ありなのかなと思います。ちなみに僕自身に関しては、今回は普通に Yahoo ショッピングでお買い物する予定があるので、それで挑もうかなというふうに思ってます。ちなみにですね、もし LINE ショッピングを経由してお買い物する場合の、このキャンペーンの対象外となる可能性もある商品もありまして、例えばピルピルカードであったりとか、ギフト券、コイン、まあそういったものに関しては対象外になる可能性もあるので、ここら辺もちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で、今お伝えしたことを簡単にまとめさせていただくと、 LINE ショッピングのお得なキャンペーンについては3月26から3月の28日で開催されると。で、個人的におすすめなのは Yahoo ショッピングとふるさと納税でおなじみのフルナビ、まあここら辺あたりが結構な狙い目なのかなというふうに思います。で、もしですね、 Yahoo ショッピングを利用する場合に関しては、3月28日がさらにおすすめですよということで、先ほどお伝えしたように LINE ショッピングを経由して最大で2000ポイント分の還元を受けれる、さらに超ペイペイ祭りの最大で 33%
20% 分の還元も受けれることができると。で、当たったらラッキーでおなじみのペイペイジャンボ、こちらも1等最大全額戻ってくるキャンペーンが、当たれば最大で10万円まで戻ってくるっていうことになってますんで、もう本当にね、参加しない理由はないのかなと。ですけども、まあ、一つね、言えるのは3月はかなりね、お得なキャンペーンが開催されてたので、かなり本当お金を使った方が多いのかなと思います。まあ僕もその一人なんですけども、まあそういった方はね、無理に参加する必要はないんですけども、ちょっと余裕がある方とかに関したら、まあ参加してみる価値は僕的にはあるのかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回は超ペイペイ祭りを最後に最大限に活用する方法ということで、LINE ショッピングの紹介をさせていただきました。まあ本当ね、僕も3月は本当いろんなキャンペーンを参加して、ある程度ね、買いだめできるものは買いだめをして、ぶっちゃけね、全然使い切れてはなかったんですけども、今回のこの LINE ショッピングと超ペイペイ祭りは、まあ、ある程度買うものが決まってるので、うまく使って併用しようかなというふうに思っております。まあ、ぜひですね、LINE ショッピングを使ってこれを経由した方がさらにこれがお得ですよとか、私はこれを使って参加しようと思いますとか、まあ、そういったコメントなどがあればですね、ぜひコメント欄いただければと思います。で、もしですね、LINE に LINE ショッピングの追加がまだの方いらっしゃいましたら概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。